ご視聴ありがとうございます。ゼルダの伝説ティアキンのですね、2周目のシナリオを進めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。前回ですね、最果ての島のですね、海賊を退治して、祠を開けたりしたんですけど、今回はですね、このさらにですね、あんま滅多に来る場所じゃないんで、最果てのですね、この深穴に入りまして、でこの中にですね、全然解放されてませんけど、ここにもね、ちょうど、根っこがありますんで、この根を解放しまして、今ちょっと見えてますけど、あれあの施設よくわかんないな。ですね、なんだっけ、何しようとしたんだっけ。闘技場に行こうと思います。で、これね、ミドナの冠があるんで、あると非常に便利ですので、今回、取りに行こうと思います。当然真っ暗ですね。根はまだ解放されていませんので、まずですね、根に行きましょう。で、ここはですね、根とですね、闘技場以外はですね、特にないと思いますんで。お、なんかですね、おお、こんな、あれですね、炎のチュチュがいるんですね。でですね、ないと思うんですよね、そんなにね。施設はね、だから、誰か、その調査隊がいるとかね、そういうのも一切ありませんのでね、調査隊の人もね、この島の上にはね、お一人いましたけど、ここの下の方にはね、人はいませんので。で、おそらくね、この石はね、闘技場なんじゃないかなと思うんですよ。そうですね、孤島の闘技場ですね。これね、根をね、解放してから、一応訓練しますね。これ今登ってますけど、特に意味ありませんので。闘技場だからね、これね、多分上からも行けるんですよね。真っ暗な中をね、ひたすら歩いてますけど、根を解放、これ多分闘技場の中に入っちゃいましたね。光がね。そうですね。おそらくそうですね。闘技場、ここはね、赤いのがね、ミドナの冠が入ってますんで。ね、闘技場系はね、非常にね、やっぱね、地下多いですよね。これ単にね、闘技場一周するだけの、上のね、外観をね、多分歩くだけなんですけど、上はね、こんな感じなんですね。上から入れないね、ホラブリンがね、いる闘技場なんかもね、ありますよね。ここはね、上から入れるタイプの闘技場。でもほとんどがね、ホラブリンのやつ以外は上から入れるんじゃないですかね。あれは、あれですよね、上まで通過できちゃうやつですよね。登れるやつですよね。通れる筆。あれ使わなくてもね、別にワープすればいいだけなんで。ただね、あれなんですよね、なんだっけ。この最果ての島ってワープポイントが祠なんですけど、いきなり海賊の拠点なんですよね。あれちょっと嫌ですよね。でもかといってね、最果ての島ってじゃあこれ以降用事あるかって言ったらないですよね。今回ちょっとあんまり来る価値がなくなったなって感じしますよね。もう一回来たらいいやっていう感じになりましたね。前回なんかいろいろ用事があって来ましたけどね。はい。これがね、地底ですね。ここだけになりますね。はい。で、この後ですね、闘技場の方に行こうと思いますが、そうですね。これで移動できるわけですね。通れるフポイントですよね。きっとね。特にそれ以外はないですね。ここにもしかしたらね、ファントムガノンとかいるかもしれないですけど、今のところは特に動きはなかったですね。あれぐらい近づくとなんか、うえーとかってなんか音しますよね。はい。で、闘技場行きましょう。で、ここの闘技場って実は結構おすすめなのは、ミドナがね、ミドナの冠が入るっていうのもあるんですけど、あともう一つはですね、ここは闘技場の魔物がね、ボコなんですよね。なので、なんつうかね、水上の闘技場みたいにね、ライネルばっか出るとこと比べたら、まだ難易度はね、そんなに高くないかなと思いますね。割とおすすめの、最初にやるならおすすめなんですけど、ただ、最初に来れるような場所でもないですよね。この最果ての場所っていうのはね。かなりテクニックいりますよね、戦うにはね。
で、ここが入り口ですかね。はい。じゃあ、ここが入り口になります。あ、私にしては珍しくセーブもしないで突入しますね。まあ、これ母語だからいいや、みたいな感じで突入しててんですかね。まあ、時間かかりますんでね。ちょっと余裕持って。4、5分かかりますかね、全部倒すのもね。はい。まあ、ボコゆえにね。あ、で、これでね、ボコブリンの写真撮ってきてくれよっていう、なんか、クエストがあったような気がするんですよね。あ、差し替えしますかね。あ、なんだ、持ってたんだ、写真。どうしよう。これはこれでいい写真だな。まあ、いや、これの方が見やすいよね。はい。もう一回撮ってる。ああ、これちょっと。まあ、いいや。まあ、戦ってくれてますね。みんなが。あ、終わっちゃいましたね。はい。で、次は青ボコですかね。まあ、大したもう落としませんからね。まあ、一応拾ってますね。あ、みんな戦ってくれてますね。これは楽ですね。はい。で、次は黒ですかね。黒に、あれですね、二人ですね。はい。まあまあ、ゾナニウムもね、落としてくれますんでね。確実に拾っていきましょう。まあ、この辺ぐらいからはいよいよ煙だけ使われる。あ、こんなものができますね。まあ、そこまで手の込んだ戦いしなくてもいいんじゃないかなと思いますけど、やってますね。でもね、今ね、これだけ賢者たちがいますと、あれですよね、もう普通に戦ってくれますよね、本当に。今のうちにね、ちょっと拾えるものを拾っておきましょう。ゾナニウムもね、本当に助かりますからね。ああ、そうですね。まあ、これが黒ですので、まあ、地味に嫌でね、戦うっていうのは。ああ、もう終わりましたね。混乱時間が。あ、まだまだ混乱できますか。もうキノコでいいんじゃないですかね。ああ、もういいとなっちゃいましたね。油断してるとね、当たりますからね。で、これがあると多分あれですよね。白いのになりますね。白ボコですよね。まあ、白ボコは当然1体でしょうね。これ白ボコ2体って言うとちょっとやっぱきついですよね。まあ、煙だけですよね。今回の動画ちょっとこの闘技場のやつで終わっちゃうんですけど、次がですね、一応ミネルの予定です。もうミネルのシナリオを進めちゃいまして、まあそれでね、そうそうそう、鎧がいるんだ。そうそうだ、そうですね、これで全員集合ですね。で、鎧をまず剥がした方がいいです。で、トゲボコのやつ。あ、この時ね、弓がね、結構、割と少なめだったんですよね。あ、混乱バランスですね。この子はまあ単独でしょうね。うん、そうですね。で、ちょっとね、これからのお話をしますと、さっき、ミドナって言って、ミドナじゃなくて、ミネルですね。ミネルね、イベントをね、ちょっとやろうかな。結構長いんで、何回かに分けなくちゃいけないと思うんですね。ちょっと動画的にちょっと長すぎるので。なので、ちょっとね、それをやって、でですね、ガノンは倒さない。一応倒すのがね、倒すんだけど動画にはしないというもんです。何パーセントクリアできるかっていうのをちょっとね、確認したいんで、ガノンは倒すんですけど、動画にはしないで、手前で引き返すみたいな感じになると思います。まあ何回かね、ちょっと往復しようかなと思うんで、あそこの場所はね、非常にね、ちょっと覚えなくちゃいけないことも結構あるんで、で、一定のとこまで来たら戻れますんで、それをね、ちょっと繰り返してやろうかなというふうに考えています。で、あと、まあ、今回は、まあ、なるべくね、全部やりたいなっていうのも思うので、その、何パーセント表示がちょっと必要になりましたのでね、ちょっとそんなことも考えております。はい。というわけでですね、ちょっと今日の動画短めになりましたが、次回以降ですね、ミネルのイベントとなります。はい。じゃあ、これ受け取りましょう。
ね、緑の顔もいいですよね。はい、というわけで本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。